こんにちは、美化金中学生チャマだよ。この間の試合見た？勝てるようになったよ。みんなそろそろ俺の船に乗ってもいいんじゃない？今日この試合で勝った暁には全員高評価お願いします。6000高評価目指してます。レッツグーグーグー。パーチャマでございます。美化金無課金の星ミンチャマブルーやっていきたいと思います。さあ気持ちはお小遣い制の中学生いきましょう。ということで今日は最強のロナウドが来ております。ボンバーということでレジェンドユーロピアンナショナルチーム、こちらもゲットして弾みをつけていきましょう。高評価3000高評価でノーマルガチャ、6000高評価で激アツガチャという感じになっております。今日は激アツガチャでいいイベント来てますが、前回の高評価どうか1900ということでノーマルガチャ1回引けることになっております。そして運営からのレジェンドガチャが来てますので、ノーマルガチャ1回とレジェンドガチャ1回引か、ちょっと待って、俺この間勝ったのに6000いかないの高評価。これは厳しめですか？これはちょっと3000、6000を見直さなきゃいけないかもしれませんね。だからウイレ2021に変わるまではこのままでいきますんで、なんとか皆さん6000高評価お願いいたしますということで。1900か、思いのほか高評価が伸びませんでしたね。まあ、もしかしたらこの美化金無課金ミンチャマの方はそんなにガチャ引いてほしくないから高評価を押さないのかもしれませんね。さあ行きましょうということで、こっちをじゃあ1回ずつ引いていこう。で今日これを引いて、でノーマルも引いて、でまた勝って弾みをつければロナウド降臨ということでやれるかもしれません。オリバン・カーン、ベッケンバーバー、イニエスタ、バトリック・ビエラ、フートフリット、ベッカム、まあまあ正直誰が来てもかなりの激アツとなっております。いきましょう。さあ運営からので、この当たった選手をこれ使って試合で勝てば選手獲得、負ければ即放出。お願いします、お願いします。ポルトガル、ちょっと待って、あ、ゴンダ、ゴンダか、マジか。あ、そっか、俺なんか勝手にレジェンドだけのガチャかと思ってたけど、そっかそっか、普通に102人いる。あ、そっか、ゴンダ来ちゃったか。まあでも多分今いるガイスラーというね、GK センス60のキーパーよりは多分マシなはずなんで、ゴンダ日本人か、輝く日が来ました。コスト9取っていくんだ。あ、 GK センス83、大幅アップですよ。ゴンダ行くか。で戦術トレーニングももう使っちゃう。あ、ちょっと待って、ノーマルあと1回引けるから引こう、ノーマル引こう。うん、だからこっちは意外と木曜日とか期待でされないアカウントになっちゃうかもね。ノーマル、フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、フォワードでしょ。アグエロがいなくなるからね。そう、アグエロがレンタルだからすぐいなくなるのよ。だからその時の後釜としてそこそこ強いフォワードがいる。お願いします。さあみんなの高評価がチームを強くする。うーん、ミンチャマ、ミンチャマ、美化金無課金、ミンチャマ、ミンチャマ、イタリア、あ、ロナウドじゃない？ちょっと待って、あ、金か、まあ、誰だ誰だ誰だ、金でカスティレージョ、カスティージョ、カスティジェフォ、知らんぞ。カスティジェフォ強いんですか？ミランはでもそもそも今ちょっと微妙ちゃ微妙なチームで、あれなんで、あ、でも足速いわ、182cm でドリブルがうまい、足速い、あ、使え、あ、え、スルーパス、ワンタッチパス、スーパース、あ、強くない？あ、でもセンターフォワードができない。 OMF でいいよ、 OMF で強くない？ね、フローリン、フローリン&ね、 180cm、 マリーシャチ、あ、スキルいいね。センターフォワード、ラインブレイク、あ、いいんじゃない、この人が結構使えそう。ワルテル・ボウ、かなりの決め顔ですね。で、ワンタッチシュート、センターフォワード、ボックストライカー、ちょっとこっちはいいかな。この2人、この2人いけるわ。ちょっと早速使っていきましょう。ゴーゴーゴー。
ということで、こういうメンバーになりました。一応ねスタメンは権田だけがスタメン入りました。で、あ、フローリン・アンドネとサム・カスティジェホは能力は良さそうですが、戦術プランとの相性がかなり悪いのでまだちょっと出すにはもったいないかなという感じでございます。なのでですね、まあ調子が良ければ入ってくるかなという感じで、まあスパサブなんで、とりあえずスパサブついてる人は後半からは入れようかなと思います。さあ今日はたくさん4人のメンバー、権田がね入ってきてくれましたから、これ日本人キーパー爆誕、ミンチャマブルー、美課金無課金っぽさあふれるチームになりますんで、取っていきたいところお願いします。667格上来ましたね。おとといは金の5連敗中か。めっちゃか課金アカウントのレート500ぐらいにはねギリギリ勝てた。この人は課金してるでしょ。で600つわものです。頑張ります。まずは調子を見ていきましょう。バン、あ、サム カスティジャホはまあ調子いいけど、まあ、普通だったら出さ、あ、マラドーナ絶好調、あ、マラドーナ絶好調ある、入れるか。てか本当にアグエロが微妙、本当にアグエロが微妙なのよ。いやでもアグエロも入れる、入れるか。まあ、背に腹は変えられんしな。バグったぞ。そうだねそうだね、アグエロゴイオスでマラドーナトップ下で、ゲレイロね、ゲレイロがゲットしてる。いいよいいよ、悪くないよ悪くない。これでちょっとアグエロマジで使いこなせるようになりたい。なんかね絶対可能性あるはずというか、このアグエロを使いこなさないと勝利は絶対ないと思う。ということで相手はロナウド、メッシ、ベンゼマ、ベンゼマ新しいやつじゃない。よし行きましょう。87で、まあ絶好調のディエゴ・マラドナが見せてくれるはず、そこを信じていきましょう。さあレッツゴーゴーゴー。コメントいきます。前回の動画にたくさんのコメントをいただきましてありがとうございますね。夜中っていうか朝方6時に動画を出したにもかかわらず135件ということでありがとうございます。見ていきましょう。太陽さん、太陽海さんかな、ハイライトの時チャマくん小さくしようと、わかりました。橋本慎さんかな、ノブさんかな、マラドーナのキープ力何気に役に立ってる。そうそれはね本当に役に立ってるんだけど、周りがねいかんせん動かないからな、キープしてもね状況が変わってない時ある。モーコの監督さんかな、このギリギリな感じとめっちゃ喜んでるチャマを見たかった、またチャマの動画楽しみに過ごす日々が来て嬉しいパーってことでありがとうございます。そういう人のためにもぜひ勝っていきたい。やっぱりね求めるものはギリギリ、ちょっと待ってごめん、ギリギリの勝利だと思います。さあさあマラドーナのキープ力、今日はナイトゲーム、あーバレてる、現地です。このゲームの解説はおなじみ、いいね、日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。戻せる、あ、惜しい。やっぱねゴイオスがまだレベルが低いからかね、ま、重いんだよね、トラップしてからのね硬直がちょっとある。ここ取れ、あげる、あー惜しい、あーぐちゃん、え、ちょ、いけそう、今んとこいけそう。ね結構この人ね、なんていうの、突っ込んでこないタイプの守備なんで、まだいける。ただ普通にやられる可能性は、お、ゴンダマジか。え、待って、ちょっとあの位置からコンカ打って入るか、やっぱいけないかもしんない。無理、まあ、てか入るんだ、ちょっとマジでちょっとショックだわ。ちょっとタイム取っていい、傷ついた今の、傷ついたっていうのもおかしいけど、心がね、心がやられた。マジかよ、ちょっと待って、心がやられてる間に点取られないように、ちょっと待って、やられたなぁ。ああ、そうですね、とにかくゾーンを意識した守備が、やられた、いいパス。一人の選手にマークについててしまうと、そこにスペースができてしまいますからね。自分の守備範囲を決めておいて、相手が出てったら次の選手に受け渡す。ゴイオス、いいぞ、ゴイオス、ああ、惜しい。常に一定の間隔をキープすることを意識した守備がいいと思いますけどね。あ、来た。よっしゃー、ゴイオス、あー復活した、復活した、オッケー、ゴイオ
をつかみ、ゴールを大好き、本当に大好き、よっしゃ、やべえ、マジで負けると思ったわ、今日。ちょっと待ってよ、あの根が止められない権田、身長か何なんだ。そうですね、出し手と受け手の一つ、いやが、まあ、ガイスラーだったら分かるけど、いやあれ打た、てかね、あれが打たれて入るっていうのをこの相手にバレたのがやばい。だって崩されなくてもさ、打てるんだもん。ああ、でもいい感じで、ちょっと相手もね、これが1試合目なのか、それともね、5連敗でテンション下がってんのか分かりませんけど、ちょっとね、なんかこう投げやりなプレーが見えます。相手の状況が良くない、だ多分レート以上に今だったら倒せる隙があるというか、チャンスありそうなんで、そこをねしっかりと守り方として定着してきますよね。していきたい。そう、これでここでね、相手の判断が遅くなってんのよ。いいじゃんいいじゃん。さて、ここでeeフットボールへの参加の流れについておさらいしておきましょう。いい、そこからどうするというわけではなく、ある程度の試合数をこなしてから初めて参加することが可能ということになっているんです。いや、取りたい。いやー、ゲレーロ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 、お前しかいないんだ、 FP は。チームビルドしていくことが大事だと思いますけどね。よしよしよし、キープキープキープ。情報は公式ウェブサイトに掲載されていますので、ぜひ。ファール、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 ファール。あ、な、あ、取っちゃった。裏のスペースを狙う。はー、ゴイオス。はあ、あ、勝つ、絶対勝つ、俺がゴンダを手に入れたい。ちょ待って、ちょ待って、この時期にゴンダを手に入れるためにこんなに必死になってるやついる？ある。あ、なんかいろいろなことを考えてしまう。なぜ俺はで勝ちたいという気持ちと、なぜ俺はゴンダをこんなに必死に、ちょっと待って、この位置やばくない？キーパー信用する？いや、俺壁を信用するわ。はい、あ、オッケーオッケー、ナイス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 。まさか権田がこんなね、世界の大舞台で活躍するキーパーになるとは思わなかっただろう、みんな。俺も思わなかったよ。よっしゃよっしゃ。そう、こっからね、ほんと、あ、アグエロがマジでラインブレーカーだったらね、最終ラインをこうかき乱してくれるはずなんだけど、全然かき乱してくれないんだよ。あいつは何がしたいんだ、分からんぞ。これか。もうなんかね、いいとこパスが出せないとこでばっか手上げて、何がしたいんだろう本当に。ナイス、いいとこパス。いや、そっちじゃない、マラドーナだろお前、絶対。あれ、パスサーチ 2にしたよな、これ。あ、これやばくない？ナイス。ちょっと相手がね、迷いがあるね、プレーにね。そこにつけ込んでいこう。ここでね、キープされたらきつい。ナイス。いや、まだね、守れてるよ。あー、マラドー、これは通して欲しかったな。多少ずれてもさ、強くなければいいのに。はあ、取れる？無理なんだ。ビダルからベンゼマ、よしよしよし、これは大丈夫。ナイスボイヤー、よーし、いいぞ、ゴンダ。これは繋がりませんでした。あ、低弾道ついてんだ、くっさ。こっち、よし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 、アグエロ走れ。ね、何なのアグエロマジで。マラドーナ来た。マラドーナからゲレイド来た。よっしゃ、アグエロお前大好き。お前の動きをずっと見てた俺は。アグエロ、これがアグエロか。決定力の安心感は桁違い。でもポジショニングか。待って、勝ってるよ勝ってるよ勝ってるよ。プラン考えよう。ちょっとね、正直ね、攻撃意識を上げられたら俺多分勝てないと思うんだよね。今相手のね、ちょっと結構ね、なんて言うんだろう、プレーのね、ボール離すタイミングが結構相手が悪いでしょ。だからいけてるけど、もうこれ点取り行くぞって攻撃意識上げるじゃん。そしたらみんながバーンって上がっていくから、ポン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 つないでいくと思うんだよね。
でこの人たち能力低いからみんなでねわーって走ってこられるとね結局誰にマークつけばいいんだって空いちゃうのよ。だからね鳥かごとかで相手を刺激してあーもうこれやりに行こうみたいな感じで攻撃意識上げられると結構きついので普通に攻めてる感じにはしますわ。でもちょっとキープキープキープやめろやめろやめろ、オッケーオッケー。あーゴイオスいってる。あーねマラちゃんいいよいいよ。素晴らしいパス。おっとチャンスを演出できるか。出るかゴイオス勝て。あー無理か。まあしょうがない。てかマラドナ取らないでほしかったな。冷静に一旦戻ります。なんかねアグエロが結局マジで何したいのかがわからん。さあロナウド、クリスチアーノ・ロナウド、戻すっぺ。ベンゼマへ、ベンゼマ、戻すっぺよ。クリスチアーノ・ロナウド。オッケー。いやゴイスゴイス、危ない危ない。そういうの事故やめて。そうナイスナイス。いや危ない今のは。ふわー気合入れろ気合入れろ気合入れろ。オッケー潰せナイス。あちょっと待って。どうする？パス。通されるここ通されるよ通されるよそこ。適当でもと、お、ナイス。右を払うんだ。マラドーナが、あー、惜しい。ちょっと待って、ちょっと待って。大きく縦、裏のスペースを狙う。おっ、危ねえ。いや、トラップされたら終わってたわ。危ねえ。ゴンダナイス、危ない。センターフリーになりましたよね。待て待て待て、ボイ、危ない。そろそろ交代も視野に入れないとね。はい。さあ右へ預けて。アグエロマジで何がしたいの。何回も走り直してさ、もうとりあえずさ抜けてくれたらお前はボール持てなくてもね足元に来るんだよ。オッケー。これどうしよう。ナイスナイス。無理か無理。行って行って。あくそよ。スパサブ入れよ。スパサブ入れるわ。あいつがちょっと何とかしてくれると思う。オッケー。ちょっとそれはあかんで。よしよし、ボイヤナイスボイヤナイス。あぶねー。おいやいいいいいいいナイスボイヤ。あぶねー。ちょっとカメラのバッテリーなくなってるんでちょっと変えてきますね。パー。はい行きましょう。マラドゥは悪くない。マジでアグエロが微妙で、この人ね OMF しか適正ないんだけど、まあもうでも正直 TS 自体が低いからもうどっちでもいいような気もすんだよな。スピード瞬発があってドリブル決定力パスもそこそこか。マジでわからん。マラドーナで行くか。でこの人は抜け出し見よう。で、ここが、ホセモルン、レオナルド・リモンテと、ホセ・ラモン・ボルダス。どういうとこで見ればいいの？両足蹴れる方。あ、両足蹴れるからこっちにしよう。いや、フロリアン、この人、何気良さそうなんだけどね。ラインブレーカーだし。ちゃんとしたラインブレーカー。まあ、でも調子が悪いから。これでいこう、これでいこう。はぁ、頼む、頼む、マジで神様。マジで神様頼む。攻撃意識上げんなよ。攻撃意識上げんなよ。よし、この人コンセプトアレンジとかも知らないから、攻撃意識も知らない説あるよ。オッケー。あ、ファル？え？奥だよね。奥だよね。オッケー。マンチェスター・ユナイテッドとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。でゲレイロがマジで苦労して取った FP の割にはあんまりよくわからんっていうのがね。ちょっと、あ、いいねいいね。サム・カスティジェフ。さあスピードスピード見せ、あ、うーん、あ、でもさ、いいプレッシャー、いいね、あ、いいね、やっぱ速いわこの人足。ここで受ける。あ、いいんじゃない？ほら、なんかちょっと、アグエロより全然なんか、やかましい位置にいるぞ。よしよしよし、70分、70分。ほら。マラドーナからカスティジャコ。あ、惜しい。あ、取れる。
いやこいついいかも、サムカジホ、ミランの救世主。ウィーユナイテッド、あ、お、いいねいいねいいね、ナイス。ああ、まあそれはバレるか。クリスティアーノ・ロナウド、ナイス、いいぞ。あ、来てるね、結構四角プレス対応してきた、取りに来てるよ、これ取りに来てる。あ、でもここで取り囲しちゃうと攻撃意識上がるから、いいや、行こう。あ、走らせるわ、いや無理か無理か、まあ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 、ちょっとやっぱ誰だろう、誰かな、この黒人、ダビンソン・サンチェスにはまあまあ肘から勝てないね。まあ、ね、ちょっと攻撃早くなってるね、相手のゴリゴリ来てるよ。ちょっと待ってちょっと待って、いやーもう、おい無理だって、ロナウドは無理。よし、攻撃しか上げよう、勝ちに行こう、負けても引き分け意味ないから。これはギリギリでしたね、ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。最後もよっしゃ、また抜き、よっしゃよっしゃよっしゃ、マラドーナまた抜き、完璧、よっしゃよっしゃよっしゃ、え、鬼じゃん。ちょ、リプレイ見せてくれる、ここからトラップするから、横パスでまた抜き、ここしかない、完璧完璧完璧。ちょっと待って、あ、攻撃意識どうしよっかな、上げてるな相手も、殴り合いで潰す方がいいのかもしれない。よしよしよし、あ、ちょっと待ってちょっと待って、いやいやちょっと待って、いやいやちょっと待って、おナイスゴンだ、ナイスゴンだ、あ、ちょっと待ってよ、そのパスミスはダメだろ。おい誰だ今、ファウルはこっちか、え、こっちのファウル、攻撃意識前下げ行く、ちょっと迷います、ね、前下げ行こう、前下げ行くわ、でこれはキーパー信じる、多分真ん中行きゃ、あ、蹴ってこないか、オッケーオッケー、いや、ちょっと待って、ナイス、走れ走れ、お前のスピード見せろ、スピード見せろ、あー無理かー、いいよいいよいいよ、縦パス来るでしょ、縦パス、人数で人数で勝負、人数で勝負、勝て、よし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 、おお、2分ね、ロスタイム、いけゴイアス、いけ、このまま終われば見事ですけどもね、よっしゃー、え、なんでキーパークルトはやばくね、ピョン飛んでた、え、どういうこと、クルトはマニキーしたのかな今、これがダメ押しゴールになるのか、どういうこと、しかも俺ニアにニアぶち抜こうとしたからね、え、どういうことマジで、え、どういうこと、え、このラッキーイレブンじゃない、昨日に引き続きゴイアス2得点意味わからん意味わからん、これゴイアス2得点、いやでも、いやちょっと待って、とりあえず最後守ろう最後守ろう、よっしゃ、来た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 、マジかマジか、勝ったぞ2勝目、よし、やばいやばいな、やば、いやでもかなり良かったね、シュート4の4だから運が良かったということで、皆さんの好評が出た選手、そして権田獲得です、ありがとうございます。ちょっと強くなったかもね、これでね、これでちょっとは強くなった、レートが100に上がって592まで行きました、ありがとうございます。さあどうしよう、さあどうしよう、まあ、メンツちょっとこっからね、TS を上げていけばまた変わってくると思うんですけども、でアグエロがね残り1試合なので、まあ下手したらラスト、次の動画でアグエロとはさよならしなきゃいけないことになっちゃうかもしれません。皆さん高評価、6000高評価お願いします、ロナウドが欲しい、ぜひ聞かせてください、6000高評価お願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました、コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします、さようなら、バーおーい。